度下げて高橋、こぼれを杉本狙ってきました。際どいシュートになりました。松本やっぱり狙ってますよね、はい、この跳ね返された次のところ、まあ、落ち際をよく叩いて、ね、ミートさせましたけど、ちょっとずれましたけど、いいシュートでしたね今ね。もう5つ記録しています。ディフェンダーを背負いながら坂野、久保田縦に行く、マイナスに送ってクロス、ヘッド、最後走り込んだ高橋亮、ウィングバックの高橋亮、頭で決めました。今シーズン初得点です。まあ、これ久保選手久しぶりのゲームになったと思いますけど、一つ結果をここでね残しましたよね。落ち着いてましたね。そしてヘディングも深さずに叩きつけるヘディング。さあこのこぼれを回収して左を見ました。ここに早川、縦本間、さあ自分で行く、本間から近くにつけた中島、本間にパス、本間のシュート、こぼれたところ中島できれず、よくここは体を投げ出しました松本の守備陣。ただこのやっぱり本間選手が自由に動いてね、リズムを作るっていう意味では、柔らかくセンター入れました。おっと PK ですかね。 PK ですね。ペナルティースポットを指差しました。松本の2番とここですね、ここで引っ張ってますね。あ、そうですね。同じ方向に蹴り込んできました。チョンテセかなり蹴りにくかったと思うんですけど、低いボールでキーパーの届かないところ、呼ばれていても届かないところに蹴り込みました。マウロからのボールは杉本がカット、さあ前にはセルジーニョと坂野がいる、坂野に渡した、坂野のシュート浮かせましたが、ポストのわずか左。ディフェンスの早川選手と2人で止めたというシーンでしたけど、右に振ります。大本からクロスを入れてきた、引き取った本間、パスにした、シュートを打つ、しっかりと囲いがキャッチしました。ここで起点を作ってね、しっかりボールを収めたのはチョンテセ選手でしたね。ここでね体使って、そして本間選手から最後、まあ惜しいシーン、低い弾道で狙いましたけど、やはり新潟は最終ライン5枚、541ないしはシャドウが少し前に出て523のような形になってます。そうですね、抜けましたよ。坂野が抜けた、坂野が持ち運ぶ、坂野の右足浮かせた、ゲット。新潟の今日つくランニングから最後は坂野が仕留めました。ジーナ選手のここを見てください。スルーして影のアシストですよね。でしっかりとファーストタッチ落ち着いて、キーパーの動きをしっかり見てるループシュート、これはうまかったですね。ここセルジーニョから、このファーストタッチが良かったですね。ここでもうシュートを打つ位置に置けましたから、右も左も打てる中での、ここも時田で回収しました。ちょっと新潟やっぱり後ろのスペースと前の選手の間にちょっとスペースが空きすぎですかね。中に入れて高橋、ここはよくゴールキーパー藤田防ぎました。まあ、藤田選手ピンチ救いましたけど、ここで縦に行く鈴木が縦に1点、まだボール残ってます。ダイレクトで中へフリックしたボール、坂野だ、松本3点目、61分追加点が生まれました。また坂野、戻したボールダイレクトで折り返した、そしてフリーのヘディングシュート、よくこれ詰めてましたけど、まあ新潟のディフェンダー陣はもうちょっと棒立ちになってましたから、ラスベがなかなかなかったですね、これね。さあうまく坂野が前を向く、坂野倒れたがシュートはポスト。まあ今坂野選手このシーンですね、縦パスから抜けて、まあ、この後佐藤選手もねディフェンスのところになるといけない時間が増えてきましたね、新潟はね。荻原縦に仕掛けた、荻原抜いた、荻原クロス低いボール、ナイスキーパー。新潟コーナーキックです。島田がセンター入れました。こぼれたところシュート、
荻原の左足をブロック。山本倒れて一呼吸置いて笛が吹かれました。松本ボールです。松本蹴り出して今95分を回りました。ここで長いホイッスル、3対1、松本勝利です。